こんにちは、裏鉄です。今回の動画は栃木県鬼怒川温泉の朝屋ホテルを紹介します。今回裏鉄が企業戦士で戦い続けて音声収録する気力と体力がないとほざいているので、急遽ズンダモンがナレーションしているのだ。ここを立ったという動画なんか何万センチだよという話じゃないのな。老舗の朝屋ホテルだけあって、おそらく以前は公衆電話のボックスが今はワーキングスペースになっているのだ。これなら世の企業戦士たちは戦いながら温泉に浸かれるのだ。朝屋ホテルは東日本のホテル番付でもトップになるほど有名なホテルなのだ。ホテル中央部はこのように吹き抜けとなっており、最上階から覗くと足がすくむのだ。ホテルニューアワージ。まずはお部屋の紹介から。今回泊まる部屋はベッドタイプのツインルームになっているのだ。お部屋の設置物として2人掛けソファーが1台とドレッサーデスクがあるのだ。部屋のクローゼットにはハンガーと、各引き出しには親切にも何が入っているか書いてくださっていたのだ。ドレッサーデスク周りを見てみるのだ。テーブルにはホテルの案内とデスクにはポットとインスタントコーヒーが置いてあり、引き出しにはカップなどがあるのだ。洗面台付近を見てみるのだ。トイレなどはユニットバスになっており、風呂関係は大浴場があるため必要最低限の設備になっているのだ。では早速、一つ風呂浴びて、お湯半にするのだ。ホテルニューアワージ。夕飯は、朝屋名物のダイニングブッフェをいただくのだ。この辺りは、前菜などのコーナーだね。日光名物の湯葉や鯉を使った料理が小皿に盛り付けされているのだ。ここは手作りのダイニングコーナーなのだ。寿司や天ぷら、ローストビーフなどが提供されていたのだ。こっちは焼き物コーナー。和洋中いろいろなメニューが提供されていました。子供も楽しめるポテトや唐揚げなども置いてあるのだ。売店でも売られているカレーも食べられるのだ。これがとっても美味しかったのだ。びっくりしたのが、鮎の塩焼きがリアルタイムで提供されていたのだ。デザートコーナーも充実しており、フルーツの他に手作りプリンやハーゲンダッツも置いてあったのだ。ホテルニューアワージ。お腹もいっぱいになったので、これから館内を探索していきたいと思うのだ。まずはロビーフロアが7階にあり、ここに売店などもあるのだ。売店には安定の価格で栃木と言ったらレモン牛乳でしょ、的なスタンスで大量のレモン牛乳グッズが置いてあったのだ。栃木県民だったブラテツはレモン牛乳が飲めないのだ。マダムなセレクトショップがあったのだ。
女のだがホテルなどで売っている洋服を買うマダムはいるのだろうか。ここは朝屋ライブラリーという朝屋ホテルや鬼怒川温泉の歴史について学べるコーナーがあるのだ。遊べるスペースもあるのだ。ただ大きなお友達は入ってはいけないのだ。下のフロアに降りてみるのだ。館内にはロビーから3階までのスペースにエスカレーターもあるのだ。また吹き抜け中央部には階段があるのだが、これが宝塚やジャニーズのコンサートみたいな登場を健全に楽しめるのだ。ゲームセンターもあったのだ。裏鉄 M は太鼓の達人が少しはできるのだ。夏祭りとトレイントレインの鬼コースならなんとかクリアできるのだ。他にカラオケのできるラウンジや夕飯抜きプランで食べたり、締めのラーメンを食べられる食堂などもあり、団体客も個人客も館内で楽しめるようになっているのだ。そして肝心なお風呂の写真なのだ。盗撮系 YouTuber ではないため写真でしか見せられないのだ。展望大浴場は時間によって男女入れ替え制になっているため注意が必要なのだ。捕まっても保証ができないのだ。ホテルニューアワジおはようございますなのだ。あの後動画編集をしながら晩酌をしていたらぐっすりと眠ってしまっていたのだ。早速朝食会場へと向かうのだ。会場は昨日の会場とは違うレストランなのだ。こちらのコーナーはご飯のお供エリアなのだ。栃木名物の日光たまり漬けをはじめとしたお漬物やだし茶漬けが楽しめる食材もあるのだ。日本の朝食といったメニューがたくさん並んでいるのだ。こっちは卵料理のコーナーで、テップベネディクトという裏鉄 M が必ず舌を噛むメニューも置いてあるのだ。ライブキッチンではシェフが特製のオムレツを作ってくれているのだ。チーズやハムなどのトッピングを自分でチョイスして作ってくれるのだ。ホテルニューアワジ最後に鬼怒川温泉に泊まったら、せっかくなら近くの観光をという方にぴったりなダイヤルバスを紹介します。朝屋ホテルや近隣の施設では鬼怒川温泉駅への送迎ダイヤルバスだけでなく、日にち限定で東武ワールドスクエアから日光江戸村を経由して日光の西一時への直通のバスを運行してくれているのだ。今回スペーシア X の予留プランで泊まりましたが、とても人気が高いホテルのため早めに予約されることをおすすめするのだ。
というわけで、日光の二社一時へ参拝し、スペーシア X で帰るのだ。最後まで見ていただき、ありがとうなのだ。視聴回数と高評価数が多ければ、ホテル紹介はこのスタイルにするみたいなのだ。